はい、どうも。おはようございます。沖縄、おばばでございます。はい、今日はパナタンが来てますね。パナタン。はい、ありがとう。呼んでく、呼んだらね、来てくれました。今ね、あの、ミケタンは籠の中に入ってます。隣の部屋のね。はい、隣の部屋の籠の中にミケタン入ってます。はい。えー、まあ、なんというかね、えー、今朝、あまあ、暑いです。はい、沖縄も夏ですね。 で、えー、今朝ね、ちょっとあのー、日よけっていうか、吉シですね。えー、アマゾンで買った吉シを、えー、出しました。はい、えー、いい感じです。えー、なんていうのかな。いつもよりも、お気温の上がり具合が、あかなりいい、緩やかっていうかね、えー、ちょっと涼しいです。はい。えー、皆さんのところではいかがでしょうかね。もう大変ですよね、もう夏で。 ねえ、もう夏日よりでね、ええー、なんて言うのかな、あー、東北の方がね、なんか沖縄よりも暑いみたいなことになっちゃってるんですけど、えー、気をつけましょうね、皆さんね。えー、熱中症にならないように水分などこまめにとってください。はい、えー えすいませんね。はい。えー、今日ね、えー、朝、はい。朝のね、えーまあ、まあ、いわゆるニュース配信ですね。ネットのニュース配信、日テレのニュース配信を見てます。これで、えー、まあ、言ってました。はい。とうとう、あのー、チェアーちゃんがアルジャジーラ追い出しちゃいましたね。アルジャジーラを追い出しました。はい。えー、ね。 戦いをやめろとか言ってたら追い出されちゃいました。大変な事態ですよ、これ。えー、本格的になってきますね。で、言ってました。はい。えー、何を言っていたかと、日テレでね、えー、日テレのニュース配信で言っていたことは、えー、チェアーもね、はい。チェアーの奥にも、ね、えー、例のハマちゃんですね。ハマちゃんも、えー、お互いに譲らないと。はい。 譲らないと。で、えー、これがね、どんどん発展していって、大きなね、えー、大きないざこざになる可能性があ高くなってますよっていうことを言ってました。あもう、なんか半分になってますけどね。はい、半分になってます。はい。半分になってます。えー、なんでね、えー、皆さん本当に今のうちです。物流途絶えます。このままでは。はい。まあ、あね。 ヨーロッパと、ヨーロッパのね、えー、物資ですね。は、あの、中の東山を経由してくるんで、えー、ヨーロッパのものですね。今のうちに買っといてください。はい。えー、何度も言います。もう物流途絶えます。完全に。こう、こう、まあ、近いでしょうね。お互いに一歩も譲らないそうです。はい。まあ、当初ね、そんなことあるわけないじゃんって言ってた人がいっぱいいますけど、見てください。 このざまでございます。はい。そんなことあるわけないじゃなくて、そんなことが起きてるんですよ。はい。なんで、えー、当初ね、えー、絶対ね、そんな、そういうことにはならないよ、なんて言ってたあ人たち、反省した方がいいですよ。世の中にはね、絶対ということはないんですよ。全部相対的なんですよ。世の中のことっていうのはね。なんで、絶対っていうのは神様でない限り、 ないんです。はい。この人間の世界の世の中には、絶対はありません。はい。お分かりになりますよね、えー。そういうことでございます。なんでね、ほんとね、えー、そんなね、えー、物流が途絶えることなんて絶対ないよとかね。えー、まあ、あのーイラ、イライラちゃんですね。イライラちゃん。はい。イライラちゃんがやり返すことなんて絶対ないよって言ってた方々。はい。 ありまますすははいいもうやってます、はい、<laughs> そういうことなんで、えー、これね、本当ね、あのー、そういう考え改めないと生き残っていけません、これから。はいこれからあ、絶対という観念を捨ててください。えー、物事物事は全部相対的に起きます。はい相対的なものですで。今まで平和だったのは絶対的な平和ではありません。相対的な平和です。 ま、この辺をよく理解しないといけないということです。絶対というのはね、えー、人間の世界では存在しません。はい。すべて相対的なものです。まあ、これ、あのー、裏を返して言うとね、絶対的な悪も、絶対的な善も存在しないんです。はい。えー、まあ、割合が多い。どちらの割合が多いかっていうことだけなんですよね。まあ、相対論です。 なんで、えー、この辺もね、よく理解してください。まあ、今日もね、朝からすごい、まあ、ニュースがいろいろ、まあね、事故が起こってますね。やっぱり、えー、ね、この、なんて言うのかな、ゴールデンウィーク中にね、はい、えー、事故が起きてます。まあ、そういった事故にね、巻き込まれないように、はい、皆さん頑張りましょうね。えー、なんというかね、水の事故だったりとか、あと、 まあ火事ですね。北海道の方で。なんか自分の家に火つけちゃった奥さんがいたみたいですね。もう50過ぎてるのにね。56歳とかって言ってましたね。えー、お気の毒なことです。まあそんなにね夫が嫌だったら何で離婚しないんでしょうかね。こんなね変な話なんですけど火つけてね、えー、56しようなんて思うぐらい嫌いだったらさっさと ほ離婚した方がよろしいと思います。はい。えー、ばげたことはあ、まあやらない方がいいですね。はい。まあそういうことです。ね、まあ、虐待とかなんかされたんだったらね、まあ医者料の請求もできますから。はい。えー、まあ相手が浮気症だったらそれでもね、医者料の請求はできますから。まあね、えー、こういった、なんていうのかな、感情に任せて、 えとんでもないことは、まあ、しない方がいいですよね、はい。こういう人たちも今増えてますから自分の感情がね抑えられなくなってしまったりとかぼーっとしてたりする人がね異様に増えてますからね周りで、まあ、気をつけた方がいいです本当に。まあそういうことですね。はい。えー、まあなんというかね、まあ、朝から <coughs> こういう話ばっかりですけど でも本当は、あのー、変な話なんですけどね、あのー、朝の朝の、あのー、ライブ配信でね、はい、ニュース配信で言ってましたからはい、えー、確実にこれね大きくなっちゃうだろうって、まあ、大きくなる降参がもう強いと、はいえーまあ、あ本当物流途絶えますからねあの中の東からか入ってくる分はまだアジアの分は大丈夫ですけど。 はい、えー。そういうわけで、皆さん本当に備えた方がよろしいですよ。客観的に見てね。はい。そういうことでございます。えー、それからですね、昨日ちょっと、あのー、 いいただいただご質問があるんですけど、これにお答えしたいと思います。おばあちゃんはね、猫たちに何をね、健康のために飲ませてますかみたいな質問があったんで、お答えしたいと思います。うちの子たちね、もう12歳なんですよ、この子たち。結構なお年なんですけど、まあ、あの、うんぎゃさんもね、8歳の時に検査したらね、まあ、腎臓悪くってね、 えー、結構クレ,クレアチニン高かったんですけど結構腎不全だったんですけどでもね21歳まで行きましたからねはい、えー、13年はい、えー、あのウンギャさんもね、えー、頑張ってくれました、はいえー、まあそういうことで、えー、飲ませているもの朝ね朝私あの自分あの なんて言ったらいいんですよ。朝ほぼほぼ朝一ですね。えー、お部屋の掃除をした後に、えー、まあ、猫のね物を片付けたりとかね、えー、排泄物を片付けたりとか、お部屋の掃除をした後にあの猫たちのまあ、ブラッシングとかね、はいあのするんですけど、その時に朝にエビオスですね。エビオスを1錠ずつあげてます。 これ結構いいみたいですね、猫には。猫とかワンちゃんとかね、エビオスいいみたいなんで、えー、お水でね、スプーンで、えー、ちょっと飲ませてます。エビオス1錠ぐらいずつ。ちょうどね、エビオスは、あ何なんていうのかな、あー猫のご飯の大きさなんで、えー、まあ,あ、飲んでくれます。はい。まあ、そういうことですね。あとですね、おやつ。毎日1回おやつをあげてるんですけど、まあ、その時によって違いますけど、大体ウェットフードです。 水分もね、取らせたいんで、ウェットフードをね、一袋を半分ずつ揚げてるんですけど、その中に混ぜてるものですね。はい。えまず、人間用のチャーガパウダーです。あ、あのー、これは、まあ、メーカー入れなくても、アマゾンでチャーガパウダーって検索したら出てきます。これです。これを耳かき1杯分入れてます。で、あと、あのー、浅炭パウダーっていうのがあるんですけど、 まあ、粒子の細かいね、炭ですね、えー。まあ、活性炭のパウダーがあるんですけど、これね、あの、メーカーはわかんないんですよ。実を言うと、えー、なんていうのかな、あとあるね、えー、有機、有機栽培を扱っているレストランで、えー、まあ、炭系のね、デザートを出してるんですけど、そこのね、えー、ちょっと店長さんというか、社長さんと知り合いで、 そこからちょっと譲っていただいたものなんであのまあ買ってるんですけどねはいえー、譲っていただいたものなんで分かんないんですよ申し訳ございませんえー、まあそういう感じでまあこれはね粒子の細かい朝墨パウダーだったら何でもいいと思いますはい朝墨だけじゃなくてまあ竹炭でもね何でもいいと思います粒子の細かいね墨パウダーですね はい。これと、これも、あの、耳かきいっぱいぐらい。はい。えー、ほんとちょっとなんですけど、ちょっとずつあげてて。あとね、えー、あげているものは、それをね、混ぜてるんですけど、あと、あの、DHC ですね。DHC の、まあ、乳酸菌です。負けないキャットっていうね、えー、名前がついてます。はい。えー、これはあ、猫の乳酸菌をね、まあ、食べやすくしたもので、猫の乳酸菌に、鰹節を混ぜてね、 はい、えー、猫のお腹にいる乳酸菌ですね。ちょっと人間と違うんですよ。はい。えー、なんか菌,菌の種類がちょっと違うみたいで、えー、猫の乳酸菌と、あと、なんだっけ、えー、蜂蜜ですね。あの、ニュージーランドのね、あの、マヌカ蜂蜜ですね。あれがあ入っているものです。はい、これパウダーにしてね。 で、えー、かつぶしの粉と一緒に混ざっているものです。で、これを、この3種類をウェットフードに混ぜて、いつもおやつで揚げています。はい。まあ、このぐらいですね、やってるのは。はい。えー、でも、結構、あのー、いい感じですよ。あのー、なんていうのかな。あ負けないキャットですね。あと、まあ、浅炭パウダーとかね、チャーガーパウダー揚げてから、 あ,あんまりねあの、ひどい下痢はしなくなりました。この子ね、お腹弱いんですよ、なんか、最初から。はい。最初からちょっとお腹弱いんで、まあ、あ乳酸菌もね、あげてる、あげてたんですけど、最初別のものをね。えでも、この負けないキャットはいいみたいですね、本当に。はい。えー、そういう感じで、えー、まあ,あ、なんていうのかな、ちょっと下痢気味の子にはいいかもしれません。はい。 えーまあ、おかげさまでね、このパナさん、はいえー、ブリブリだったのが結構、まあかまあ、ちょっと柔らかめなんですけど、全然普通になりました。はいまあ、そういう感じでございます、えー。お分かりになりましたでしょうかね。ということで、えーまあ、あ揚げているもの、はい、もう一度言いますね、エビオスですね。あと、エビオスは、まあ、あなんていうのブラッシングの時に揚げています。 であと D あのー、おやつの時に混ぜてるものはあチャーガパウダーとアサスミパウダーとねあと DHC の負けないキャットという、えー、猫用の乳酸菌でございます。はい。まあ,あ猫はね本当あのー、年取ってくると確実に腎臓悪くなってるんで、えー、このケアですね はい。腎臓ケアが一番だと思います。あと、まあ、あご心配いただいてね、ミケさんね、尿路結石あるんじゃないかっていう話をいただいたんですけど、尿路結石はね、あの、男の子の方がなりやすいんですよ。女の子はあんまりな,ならないです。あのー、よっぽどね、えー、ミネラルの豊富なものを食べちゃってる猫以外はね、はい。えー、猫とかね、は、あの、ワンちゃんもそうなんですけど、 あのミネラルはだめですからね、現金ですからね、はいあの、マグネシウムとかね、そういうのをあんまりあげちゃうと、本当、あの石ができちゃうんで、猫ちゃんとかワンちゃんはね、えー、本当に気をつけてください。はい、ちなみにね、この DHC の負けないキャットとチャーガパウダーとね、炭、えー、のパウダーはあー備蓄はしております。はい、い、え、い、ー、そういうこととでございます。あとエビオスも、はいえー まあ、ご参考になったら、あよろしいなと思います。はい。まあ、そんなこんなでございますね。でも本当ね、あのー、表で、表で報道されるようになってきました。あ中野東さんのことがね。はい。えー、これ意味が大きいですよ。でね、えー、拡大するっていうことを言ってましたんで、はい。えー、まあ、皆さん。 よろしくお願いします。備蓄の方ね。はい、そんなこんなでございます。それではね、今日もね、一日楽しく元気に過ごしましょう。沖縄、おばばでございました。ねえ、ぱなちゃんのおててはかわいいでちゅね。ねパぱなちゃんのお顔もかわいいでちゅね。ね見てください、この、このおてて。ねえ。